それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さんなかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つべ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。クリーザー、おや、お連れの姿が見えませんね。目を止めるのはオラ一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。しまった。かわいそうに、あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量、このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。無事再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。リザー、この世界はおめえらの好きにはさせねえ。いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない、戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て、新しいお仲間の心配はいいんですか。それではまた。大丈夫ですか。よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった。腹も減っちまったしな。行きましょう。
俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな、うめももいっぺあっぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんな、まだ慣れねえな。悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。ほら腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはヴェノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含め、ほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外は。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と、彼らと共闘する者たち、ベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それが J フォースだ。 J フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと、君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。ガレル、計画はどうなっている？Jフォースとかいう暑苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれば気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもある。こんな腐り切った世界は一刻も早く変えねばならない。この俺の手で世界を作り変える。早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。J フォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ヴェノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム、ヴェノムズに占領されたエリアの奪還を担う
ベータチーム、敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶ時の参考にしてくれ。よく来たな。アルファチームのリーダー孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったくどいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。よく来たな。ベータチームのリーダールフィさんです。お前海賊になりたいのか。だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。よく来たな新入り。ガンマチームのリーダーナルトさんです。俺のことはナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですねナルトさん。ああやる気があるのはいいことだ。空回りしなければですけどね。厳しいなトランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだから。ほらサスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですねサスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。よし、そんじゃオラが一丁着ていてやっか。平気か、ソン。こう言ってはなんだが、人に物を教えるのが得意とは思えんが。そっか。まあ、オラでもなんとかなったろ。心配だ。そんじゃ、一緒に来い。修行すんぞ。この場所はトレーニングルームです。J フォースのメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももういっぺん戦えるっちゅうわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今オラとの実戦だ。さあかかってこい。おめえ強えな。これからおめえはオラたちの仲間だ。いいだろみんな。ま、当然だろう。これからよろしくな。アルファチームに登録します。
何が起こった？ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え、父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけど、今は違う。ベノムズの仲間になんて持ってねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。転送完了しました。父さん。ピッコロ、ベノムズは任せた。うん。トランクスとおめえはオラと来い。3人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。ベジータ、おめえどうしちまったんだ。父さん、賞金に戻ってください。ダメだ、俺たちの声がまるで聞こえていない。何言っても無駄のようだな。トランクス、やるしかねえぞ。あ、はい。やったぞ。見てください。父さん。コズミックキューブ、なんてマガマガしい息を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。ここはどこだ？カカロット、トランクスまで一体何か？よかった、父さん、賞金に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか？父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ？俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意思によってベノムズではなく我々の仲間、ジェイフォースの一員となったように。だが、キューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって、本人の意志に関係なくそのものを操る力。やはり、ベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ？俺を操っていた奴というのは。それについては現在、調査を進めている。おい、貴様ら！俺もそのジェイフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。そう、報告ご苦労様。案外頼りにならないのね、惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。あれは、あの女、一体？諸君、ご苦労。
君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。うん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J フォースの一員として認められたんだ。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対して J フォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。はじめまして、僕は八神ライト。今日から君たちと共にこのベースキャンプで活動することになった。と言っても君たちとは違って強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。僕はただの人間さ。僕はそろそろ行くよ。それじゃあまた。いいさ、今はまだ。ベノムズの出現だ。アジアエリアのガーラから救援要請があった。みんな集まってくれ。どうした？いや、なんでもねえ。今回の任務はナルトたちと君に行ってもらう。よっしゃ！今入った報告によれば、ガーラがベノムズの指揮官と思われる男を見つけ、敵の本陣へと向かったとのことだ。ガーラのやつ、一人で乗り込むなんて無茶しやがって。行くってばよ。そこか。
随分と堂々とした資格だ。ちょうどいい。お前の力を示してみろ。転送完了しました。事態は一刻を争う。頼んだぞ。たく、簡単に言ってくれるぜ。ビビってるのか、ナルト。俺を誰だと思ってんだ。未来の火影をなめんな。ここで足止めを食らってる場合じゃねえ。行くぞ、サスケ。よし、先を急ぐってばよ。そう簡単には行かせてくれないようだ。お前たち、ここは俺に任せて先に行け。雑魚どもは俺がやる。けど、心配するな。さあ行け。分かった。頼んだぜ、サスケ。この程度か。期待外れだ。ナルト。どうやら間に合ったらしいな。さあ、反撃開始だってばよ。ナルト、待て。え？同じ奴がもう一人。一人なら俺も苦戦などしない。影分身？いや、そういうわけじゃなさそうだな。手ごわいぞ、注意しろ。なんだ、どうなってんだこれ。まさかこれって。ああ、どんな仕組みか定かではないが、キューブが集まり奴の肉体を形作っているようだ。また、こんなの反則だってばよ。文句を言っていても仕方ない。行くぞ。キリがねえ。こいつらあと何人いるんだよ。何？悪いね。まだ終わりじゃない。緊張感のあるいい目をしている。なるほど。誰かのために 120% の力が出せる。それがお前たちの強さか。こいつも本物じゃないのか。誰だお前。カイン。それが俺の名だ。カイン。まさかこれで終わりだと思っていないよな。めでたい奴らだ。貴様らがすがる正義や仲間などという言葉がいかにくだらないものか気づかせてやる。ガーラ！何すんだ！まさかお前も操られちまったのか？コズミックキューブを。了解しました。
回収シークエンスを起動します。回収完了。ナルト、また助けられたのか。あんまり心配かけんなよ。一時はどうなるかと思ったが、よくやってくれた。長官、ベノムズを指揮していた男、カイン、奴がこの世界を混乱に陥れた張本人なんでしょうか。正確には分からないが、その可能性は高いだろう。あの男の持っていた黒い本の力も気になる。奴はあの黒い本を使って自らの強い悪意をコズミックキューブに注ぎ込み、それをベジータやガーラに埋め込むことで彼らを操っていたのではないかと考えられる。みんなは引き続き仲間の救出とコズミックキューブの回収を進める一方で、ベノムズの指揮官カインが持つ黒い本についての調査も進めてくれ。それがこの世界を救う鍵となるかもしれない。みんな集まったな。我々の戦力増強が急務だが、先の戦いを踏まえこれについて調べてほしい。これはガンマチームのメンバーによって撮影された映像だ。この男、カインが持つ黒い本、正体は不明だが恐るべき力を秘めているのは間違いない。ガーラがこの本の力によってコズミックキューブに操られたこともそうだが、先の戦いで脅威となったトグロのレプリカたち、その出現にもこの本が関係していると思われる。今回の調査はルフィ、言ってくれるか。おう、任せろ。各自の健闘を祈る。よし、みんな集まったな。で、何なんだ。黒ひげの目撃情報が入ったって話だ。あいつもこの世界に来てんのか。どうもマッターホルンとメキシコという場所でほぼ同時刻に目撃されたという話じゃ。例のレプリカか。どちらにせよ黒ひげがベノムズと接触したことは間違いないようじゃない。偽物だろうと本物だろうとまとめて全員ぶっ倒せばいいんだな。どうした、腹でも減ってるのか。ん、黒ひげについて。俺も気にはなっていた。黒ひげは俺たちの世界で暴れまくっている海賊の一人だ。強いのか。ああ、うんざりするほどな。そうか。長官からの通信です。そこにいたのか。ニューヨークでマーシャル・ディ・ティーチ、通称黒ひげの襲撃が確認された。ベータチームと共に出撃してね。気をつけろ。黒ひげは目的のためなら手段を選ばねえ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。ジハハハハ、誰にも俺を止められねえのさ。が、誰だてめえは。見かけねえ面だな。ジハハハハ、やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。せいぜい隅っこで指でも加えてろ。ぜはははは。いてててててやるじゃねえか。だがな、この程度で俺は倒れねえぞ。ぜはははは。お前ら待たせたな。おお、麦わらじゃねえか。会えて嬉しいぜ。わけのわからねえ世界で周りは知らねえ奴ばかり。ちょうど寂しかったところだ。黒ひげ、お前本物か。え、いきなり現れたかと思えば何言ってんだ。とぼけんな。お前もベノムズの仲間になったんだろ。ベノムズだ、知らねえな。それよりも麦わら、てめえの方こそどうなんだ。どこの馬の骨ともわからねえ連中とつるんでるようじゃねえか。海賊をやめて仲良しごっこでも始めたか。ぜはははは。
俺も忙しいんだ。あばよ麦わら。あいつは本物の黒ひげだ。一体何考えてんだ。長官からの通信です。直ちに司令室に来てくれ。君に頼みたいことがある。マッターホルンに出現したフリーザの宇宙船付近で怪しい人物を目撃したという報告が届いた。もしかしたらカインかもしれない。君にはルフィ、サンジと共にその調査に当たってほしい。あくまで偵察が目的だ。くれぐれも無茶はするな。転送完了しました。うひょー、いい眺めだな。おい、遊びに来たんじゃねえんだぞ。サンジ、腹減った。海賊弁当だから。遊びじゃねえって言ってるだろう。早速お出ましか。サンジ、行くぞ。平気か。しかし、ザコしかいねえな。誰か、助けて。レディーの姫。いや、やめて。そっちか、待ってろ。今、あなたのナイトが助けに参ります。なんだ。大丈夫ですか、お嬢さん。あなたは。君を守るナイト、サンジと申します。すぐに片付けますのでご安心を。おらじゃ、あっちはサンジに任せて。俺たちも行くか。これじゃあキリがねえ。ルフィ、ここは一旦引くぞ。失礼、マドマゼル。よく戻った。その女性だな、ベノムズ兵に襲われていたというのは。ああ、お嬢さん、しっかりしてください。うん、ん、こいつなんか持ってるぞ。これはなんだよ、びっくりすんだろう。すまない、だがこの本は。おいおい、どうしたんだ。まさかベノムズの指揮官が持ってた黒い本だって言うんじゃねえよな。そうなのか。いや、まだわからん。だが念のためだ、調べた方がいいだろう。わかったよ。このレディーが目覚めたら教えてくれ。俺がとっておきの料理で元気づけてやるからよ。サンジ、俺にも食わせろよ。わかった、待ってろ。あの、あ、あ、お前もう平気なのか。お嬢さん、お体の方は。はい、もう平気です。ただ私、皆さんに助けられた以前のことを忘れてしまっていて、名前以外思い出せないんです。なんて名前だ。私はアンジェラと言います。素敵な名前だ。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。よろしくな、アンジェラ。ま、腹いっぱいにくくって寝ちまえば、そのうち思い出すだろ。サンジの飯はすんげーうめえぞ。好きな料理は何だい。食べたいものがあったら何でも言ってくれ。はい、ありがとうございます。気づいてくれたんだ。いいね、合格。そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。いいね、悪くない。だがまだちょっと早いかな。いや、なんでもない、こっちの話さ。
君は本物かな？それとも…確かこの辺りなんだけど…キルアだ！ゴン…なのか…やっと会えた！ゴン…隣の奴は誰だ？今、一緒に戦ってる仲間なんだ。仲間？紹介するよ、俺の親友、キルア。ゴン、少し離れててくれ。こいつに話がある。どうしたんだよ、キルア。まさか、キルアもキューブに操られて。キルア？悪い悪い。お前は俺の知ってる本物のゴンなんだな。何言ってんだよ、そんなの当たり前じゃん。だろうな。戦って分かったよ。どういうこと？俺、ここに来たばかりの頃、お前に襲われたんだよ。え？それってまさか。ああ、お前の偽物だろうな。こいつ、ひそかと手を組んでたぜ。ひそかと？そのひそかも偽物だったの？どうかな。そっか、キルア、きっとキルアがあったのはレプリカだと思う。俺たちが今戦っている敵、そいつらが作った偽物なんだ。なるほどな、そういうことか。疑って悪かったな、ゴン。もういいよ。ここが俺たちの基地、アンブラスベースだよ。へえ、かっこいいじゃん。で、ひそかのやつはいないのか？あ、そういえば、きっとそのうち出てくるんじゃないかな。だといいけどな。さっきも話したけど、お前のレプリカと一緒にいたひそか、あいつが本物だったのかどうか、はっきりしないうちは油断できないぜ。うん、そうだね。お、なんだおめえか。ん？いやー、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつが、オラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけんどよ、叩けたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？悟空と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ。助けに来たぞ。悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか？いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか？一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でも、まずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな、ユスケ、行くぞ。偽物なにタグなやつだったな。驚いたぞ。ん？へえ、お。悟空のおっさん、まだいけるか？あ、もちろんだ。ん？なんだあれ。うわあ危ねえ。レイガン、うわ、ユスケ、くそーく、うわあ、
クソ、人の心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ、悟空のおっさん。は、もちろんだ。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在がジェイフォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、共闘と行きましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ、楽しい宴を始めましょうか。これは意外ですね。虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですが、その程度ではね。大丈夫か？あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。これほどとは。なるほど、君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か？おや、皆さんお揃いで。残念ですが、今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはおめえを倒す。そうですか、それは楽しみです。ではごきげんよう、Jフォースの皆さん。大丈夫か？おめえ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろ？ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。目障りな連中、特にあの、脅威になる前に排除した方が良さそう。そう心配するな。やつはただの元人間。この俺とは違う。自らを善だと信じているんだよ。正義や希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たち、お前たちに教えてやる。頂に立つ強者こそが善悪を定めることができるのだ。この鬼キスネックで俺が世界を作り変えてやる。みんな集まったようだ。すでにみんなも気づいていると思うが、ベノムズの影で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か？
アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ、何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だが、レプリカを利用していたことから考えて、ベノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。三時の飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろ、あの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続き、みんなにはベノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。俺たちの力見せると決めていたな。お前ら行くぞ。リュウク、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウク。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウクのことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない。あの、アンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に、君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか。どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか。何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか。そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。それじゃあ、僕はそろそろ。呼び止めて悪かったね。転送完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。衝動は。邪魔するな。何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことが。世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえば、ナメック星で見たあの女。以前報告を受けた女のことが。確かに考えられるな。
推測の域を出ないが、プロイホンは複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。や、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで君にも協力を頼みたい。そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあまずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。おい、もう一度言ってみろ。ぶん殴ってやる。やめろルフィ。何度でも言ってやる。戦場で何かに操られた奴らはみんな出撃前にサンジと会っていた。てめえ、いい加減にしろ。サンジさん、どうかしたんですか？おお、アンジェラちゃん。なんでもない。ただじゃれ合ってるだけさ。今日のところはここまでだ。だがルフィ、後で後悔することになるぞ。うるせえ！見て分かっただろう。こういうわけで、君には彼らの動向を調べてほしい。こんにちは。ちょうどいい。いい知らせがあるんだ。少しずつだが、アンジェラちゃんの記憶が戻ってきてる。と言ってもごく断片的なものなんです。思い出したのは街並みです。人がたくさんいて賑やかで、休みの日はみんながカフェに集まっていつも笑顔で話していたような。きっとベノムズに襲われる前の記憶なんだろう。街が破壊されたことは言うんじゃねえぞ。あの、何か？何でもないって。それよりこの調子ならきっと全部の記憶が取り戻せるはずさ。サンジさん、ありがとう。おっと、こうしちゃいられねえ。アンジェラちゃんはここで待ってな。お気をつけて。転送完了しました。あそこか。さっさと終わらせてやる。うわ、俺だって負けてねえ。おーい、クソマリモ、俺たちが助けに来てやったぞ。おい、どうした？クソコック。おいおい、まさかお前まで。おっ、あぶねえ。何しやがんだ。どうやらシャレじゃねえみてえだな。クソ、仕方ねえ。やるぞ。いいわね、ヒーローたちの同士打ちはとても愉快だね。
つまらない。クソゴック、生きてるか。ああ、ようやく正気に戻ったか、クソマリモ。俺は一体覚えてねえのか、てめえから仕掛けてきたんだろうが。全く覚えがねえ。そうか、そろそろかしら。あら、見つかっちゃった。悪いわね、これから大切な用事があって今日はお相手できないの。また今度遊んであげるわ。ピッコロがナメック星で見たという女と今回現れた女は同一人物だと考えられる。そしてその女が今回の件の原因であることは間違いないだろう。だから言ったろ、サンジのせいじゃねえって。ふん、報告ではその女は黒い本を持っていなかったとのことだが、危険な存在であることは間違いない。みんな十分注意してくれ。では解散。こんにちは。あのサンジさんを見かけませんでしたか。そうですか、いえ、それならいいんです。敵の侵入だ。数は少数、数名の戦士がメガドスの襲撃を受けた。各自警戒を怠るな。私は大丈夫です、行ってください。こちらは大丈夫だ。現状被害報告は少ない。しかしおかしい。何がだライト。このベースキャンプは異世界アンブラスの中にあって、外部からは観測できないはず。言いにくいのですが、これは何者かが敵をこのベースキャンプへ手引きしたとしか思えない。長官、敵を手引きした者がいるとしたら、それは長官、侵入したベノムズは片付けた。そうか、ご苦労だ。ただなんか変なんだよな、こいつらただ混乱させたいだけっつうか、逃げてばっかなんだ。逃げてばかり、もしかして。長官、すぐにベースキャンプ内の監視映像を確認してください。わかった。長官、このモニターに映し出されている場所は。そこは回収したコズミックキューブを一時的に保管している倉庫だ。なんてことだ、まさか彼が。みんな無事で何よりだ。侵入したベノムズは撃退できた。しかし回収したコズミックキューブは敵の手に渡ってしまった。サンジ、敵はサンジの手引きによってベースキャンプに侵入したと思われます。そんなの嘘だ。落ち着けルフィ、監視映像が改ざんされた形跡はない。これは紛れもない事実だ。どうして。初めはアンジェラが持っていた黒い本を奪いにやってきたと思ったんだが、敵の狙いはコズミックキューブにあった。いずれにせよ、みんなにはサンジの捜索とコズミックキューブ奪還に当たってもらいたい。それが賢明でしょう。サンジは俺が必ず見つけ出す。俺は信じねえぞ。サンジのやつが俺たちを裏切るわけねえ。わかってる、落ち着け。ルフィ、話は聞いたぞ。サンジのやつが敵を手引きしたそうだな。うるせえ、そんなの嘘だ。どうだかな。てめえ、やめろベジータ。ルフィも落ち着け。
ルフィがサンジを信じてえ気持ちは痛えほどわかる。ルフィ、あのバカもコズミックキューブに操られてるんじゃねえのか。ルフィ、だったらどうすんだ。ただじっと待ってんか。ちげえだろ。ああ、サンジを見つけてぶん殴って正気に戻す。そうだ、悩んでたって仕方ねえ。ああ、よっしゃ、サンジ待ってろよ。おい、待てルフィ。サンジを探しに行くなら俺も連れて行け。手を貸してやる。しょうがねえ。おめえも行くか。いや、君か。何をしているのかって。実は長官に頼まれてアンジェラを探している。サンジと共に彼女も姿を消したんだ。以前ベジータが戦場で操られていた者たちは出撃前にサンジと会っていたと疑っていたが、僕が睨んでいたのはアンジェラの方だ。一連の騒動は彼女がこのベースキャンプにやってきてから始まった。これからそのことをみんなに知らせる。君は引き続きサンジの行方を追ってくれ。誰かと思えば。どうやらお前もサンジを探しているようだな。これを見ろ。サンジらしき男を見たという情報があった場所だ。世界中から情報が来てんのか。どうやって本人を見つけりゃいいんだってばよ。落ち着け、ナルト。だってよ、今のこの状況が敵の狙いなのかもしれない。レプリカを使い大川を撹乱している。まずは正確な情報だ。そうだな、俺たちがしっかりしねえと。転送完了しました。おっと、誰かと思えばいつぞやのガキじゃねえか。降りたきゃ俺を倒していくんだな。やるようになったな。楽しませてくれるじゃないか。だがあいにく俺も忙しくてな。今日のところはこの辺でおさらばだ。あばよ。大丈夫ですか、マスター。長官からです。無事か。はい、マスターは無事です。たった今黒ひげとの交戦を終えたところです。サンジさんらしき姿を目撃しましたが逃げられてしまいました。そうか、わかった。ひとまずベースキャンプへ戻ってくれ。了解しました。これよりアンブラスベースへ戻ります。マスター、早く戻りましょう。転送完了しました。マスター、レプリカです。やはりサンジさんは。ちょうどいいところへ来てくれた。サンジの行方を追っているところすまないが、悟空たちアルファチームが現在フリーザと交戦中だ。君にも救援へ向かってほしい。転送完了しました。おっ、いいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も三人相手は骨が折れますね。だったらこういうのはどうでしょう。何？あっ
ちもこっちもフリーザだらけだ。レプリカか。ええ、ベノムズの指揮官であるカインとお近づきになりましてね。驚かされましたよ、あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。察しがよろしいようで。あの人の持つ黒い本オニキスブックと、あなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで、忠実な手下を手に入れることができました。ウィザー、おめえカインに協力して何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするために。ソン、これ以上奴のざれ言に耳を貸すな。ああ、そうだな。行くぞ。さあ、皆さん、相手をしてやりなさい。ち、所詮偽物はこの程度ですか。本物のおめえにだって負けねえオーラたちが。偽物に負けるはずねえだろう。ほざけ。行くぞ、フリーザー。諦めろフリーザー、今度こそおめえの負けだ。それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐに分かりますよ。待てフリーザー。せいぜい楽しみなさい。待つんだソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り、長官に報告だ。しょうがねえ。わかった。戻るぞ。どうなってるんだってばよ、長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いている。黒ひげのやつが。フリーザの言ってたレプリカか。どうやらそのようだ。フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えていいだろう。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎる。ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞみんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことがある。いつもと違って静かでいいわ。騒がしい J フォースの連中もいなくて気分がいいね、サンジ。ああ、アンジェラちゃん。やはりこういうことだったか。あら、みんな出撃したはずじゃなかったの？ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ。僕を除いて。それでアンジェラ。アンジェラ？ああ、そうね、この子はそんな名だったわね。どういうことだ。姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。私の思うままに動く操り人形よ。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね。私の本当の名はガレナ。カインと一緒にいるの。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがあるの。みんなが出撃するのを見計らい、手薄なベースキャンプを叩く。種を明かせばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り。私の思い通り。花火はまだまだ続くわよ。他の J フォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあ、そろそろあなたにも消えてもらおうかしら。そういうわけにもいかないのさ。
これは。待ってたぞ、サンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだったの。そうね。サンジ、前に出なさい。サンジ。畜生、サンジ、目覚まさせてやるぞ。楽しい時間もおしまいね。なんだこりゃ。サンジさん。アンジェラちゃん。サンジさん。サンジ。ああ、もう大丈夫だ。面目ね。お前のおかげだ、ルフィ。それと、ありがとうな。サンジ。バカやめろ。いてんだよ。世話かけやがって。おう、長官。サンジが正気に戻ったぞ。そのようだな。迷惑かけちまった。すまない。それでベースキャンプの方の被害は。アンジェラの所持していたオニクスブックらしき黒い本が爆発を起こし、研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまね。どうしたんだ。ああ、ライト。彼にはガレナの行方を追ってもらって、彼ならきっとやってくれるだろう。なあサンジ、久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり性能つくディナー作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎どもに、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったー。ようやく戻ったか。ええ。それで守備はどうなんだ。ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわ。ほう、お前にしては珍しいな。でどうするつもりだ。彼女のことは少し待ってくれないか。お前は一般人が迷い込んだというわけではないようだな。ああ、僕は八神ライト。あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだな。いいだろう、話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージは与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産も叶った。そうだろう。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが八神ライト、なぜお前がガレナを。簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。
白い。ガルナ、こいつに礼を言うことだな。ヤガミライト、お前をベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ黒ひげに続き、ジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを率いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。少々遊びすぎましたかね。ん？おや、誰かと思えば、今度こそ殺されに来たんですか？おやおや、本気で私を倒そうというんですか？いいでしょう。では、面白いものを見せてあげましょう。なんと、あなたが尊敬する方のレプリカも作れてしまうのですよ。オニキスブックとキューブの力には驚かされますね。パリでの戦いの報告は受けている。よくやってくれた。だがフリーザは統合し、世界各地での被害も収束したわけではない。喜んでいられる事態ではないでしょう。確かにな。私と同行してほしい。アジアエリアにヒソカが現れた。ベノムズに加担しているかは不明だが、好き放題されると厄介だ。君の活躍は調べさせてもらった。その上で君は信頼に足る人物だと判断した。 J フォースの戦力も限られている今、君にも前線に出てもらうほかない。そうか、よろしく頼む。転送完了しました。いや、僕に何か用かい？密か、誰と会っていた？秘密。やはりベノムズと手を組んだか。それも秘密。ただ僕は楽しみたいだけなんだよ。お前の都合はどうでもいい。正直に話せ。話さなかったら拉致が開かないな。ほら、楽しめるだろう。待て。そいつはキューブに操られてなどいない。それに意識も失ってはいない。そうだ、やっぱりバレちゃう。ここで終わりにしちゃうのはもったいないから、もう少し待つとしよう。果実が美味しく実るまで。ひそか、離せ。私に何か用かな？あなたに贈り物があるの。気に入ってくれると嬉しいわ。悪いが、
お前たちの仲間になるつもりはない。仲間か。安心しろ、そんなくだらないものは求めていない。ほう。俺が求めているのは破壊だ。世界は作り変える必要がある。そのためには一度破壊しなければならない。お前の言っている世界とは、私がいるこの世界も含まれているのか？俺が興味あるのはあくまで現実世界だ。だがそのためにはこの世界から呼び寄せる必要がある。お前のような混沌をもたらすもの。私の力は知っているというわけだな。しかし一つ聞いてもいいか。現実世界を破壊した後、私がいるこの世界はどうする？お前の好きにする。きりっといいだろう。ここは私にとって都合のいい世界とは言い難い。ちょうど変えたいと思っていたところだ。おい待てよルキア。グズグズはしておられぬ。わっ、なんだ貴様。召喚、戻りました。やはりヒソカはベノムズと接触していました。やはりそうか。どうやらあんたの考えは間違いないみてえだな。ベノムズは現実世界に混乱を呼ぶ奴らをジャンプ世界から集めようとしている。そうと分かれば急ぐぞイチゴ。それからお前、何をほうけておる。さあ行くぞ。アイゼンが香港に現れたっていう情報が入った。本物なのかレプリカなのかは不明だが、どちらにせよ放置はできない。行ってくれるか。頼んだぞ。行くぞ、ルキアが待ってる。ゆっくり行くとしよう。どうやら焦ってくる必要もなかったみてえだな。ああ、そのようだな。そうか、お前は冷圧を感じられぬのだったな。所詮、偽物は偽物だ。騒ぎ立てる必要もない。俺たちが出てくるまでもなかったな。愚かな偽物が。あのアイゼンが感情に任せて剣など抜くものか。さあ帰るか。まさか今の冷圧は。イチゴ。ああ間違いない。帰るぞ、戦いはこれからだ。遭遇したアイゼンはレプリカであったが、帰り際強大な冷圧を感じた。あの冷圧は本物のアイゼンだ。つまりアイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあるということか。分かった、引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。随分と可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。
それを知ってどうするの？まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。かわいいわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして、生きている人間たちを見ているとつまらなすぎてもう耐えられない。それに力あるものが力なきものを守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの？力あるものが自らの欲望に従順に思う存分力を振る。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいのよ。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど、そうね、強くなればいいんじゃない？彼のよう。それができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。あら、人は見かけによらないのね。あなたを見ていると昔の彼を思い出すわ。どういうこと？カインは元は人間だったの。彼はあなたたちと同じ正義とかのために力を使う暑苦しくてつまらない男だったわ。だけど信じていたその正義が彼を裏切り、愛する妻と娘の命を奪った。彼が正しいと信じていたものが愛する者たちを死に追いやった。あの時の絶望ったら最高だったわ。彼はその時気づいたみたいね、正しい力の使い方を。だからそれを自分のために使うことにした。新しい世界を作るため、今の世界を壊すことにね。これで満足かしら。そろそろこのレプリカも限界のようだから。あなたは最後にどちらを選ぶのかしら。今まで戦っていたのは本物のガレナじゃなかったのか。今の話、そうですね、帰りましょう。来たな。新たな任務だ。久しぶりだね。ガレナの捜索からライトが戻った。申し訳ないことに収穫はゼロだった。君が戦ったガレナもレプリカだったと聞いたよ。それとカインが元は人間だったという話も。その件はガレナが私たちを惑わすためについた嘘かもしれない。確かに人間があんな力を持つのは考え難い。私の方で調査を進めるので、真偽がはっきりするまでは新たな任務に注力してほしい。そうですね。では任務についてだ。これまでのベノムズの進行は現実世界を標的とすることが多かった。だがここに来てベノムズはジャンプ世界への進行拡大も進めようとしている。このままではジャンプ世界からさらなる敵が押し寄せてくる可能性が高い。それを阻止すべく悟空、ルフィ、ナルトたちがすでにジャンプ世界に向かった。君にも彼らの応援に向かってもらいたい。
頼んだよ。転送完了しました。よ、よく来た。敵は手強い。気をつけろ。どうした諸君、こちらはいつ始めても構わぬのだよ。セル、おめえベノムズの仲間になって何企んでんだ。誤解しないでほしい。私は彼らの仲間になったわけではない。一時的に手を組んだにすぎない。利用できるものは利用するだけだ。さあ始めるぞ。シュウヒカラ、いっちょやっぞ。おお、なかなかやるじゃないか。注目すべきは孫悟空だけではないようだな。だがこの続きはまた今度にしよう。なんだセル、決着つけずに逃げんのか。孫、よせ。今はセルだけに構っている暇はない。ピッコロの言う通りだ。お前たちの敵はこの私だけではない。心ゆくまでこの混沌を楽しむがいい。私も大いに楽しむとしよう。お前は先にベースキャンプへ戻れ。まだ残ってるベノムズたちは俺たちで何とかできる。おめえは他の奴らの応援に向かってくれ。転送完了しました。来たか。期待しているぜ。じゃあ麦わらに革命軍の参謀総長、それにまたおめえか。勢ぞろいでお出迎えたご苦労なこった。でもよ、悪いが俺は新しい仲間のスカウトに忙しいんだ。そこどいてくれねえか。誰が毒か。調子に急ぐなよ。じゃあ行くぞ。ぶっ倒してやる。いてぇ、ちくしょう。こいつ、無事身か。想像以上に強えだ。こりゃ参ったぜ。今日のところは退散だ。待て、黒ひげ。またな、麦わら。くそ。お前は先にアンブラスベースに戻れ。俺たちは残って調査を続ける。どこも戦力不足らしいからな。お前が行けばみんな喜ぶだろう。頼んだぞ。転送完了しました。やっと来たな。遅かったな。待ったぞ。今回の相手は手強いけど、この三人ならなんとかなるってばよ。大筒木勘だ。すげえチャクラだ。ああ、チャクラとは、わらは唯一のもの。我が物顔で乱用するにとどまらず、別の世界へ持ち出すなど我慢ならぬ。
助かったと言ったところだな。ああ、すべてのチャクラの元だってんだから強くって当たり前だってばよ。お前は先にベースキャンプに戻って他の奴らの救援に向かってくれ。どこも戦力不足。お前が行けばみんな助かるだろう。かぐやが引いたか。何？いつの間に。これ以上俺の邪魔をするのはやめろ。別に邪魔してるつもりはねえよ。ただお前がひでえことばっかすんのは黙って見てらんねえよ。ヒーローというやつか。虫ずが走る。ヒーローは世界を救う正義のために。俺はその世界を壊してやろう。正義を否定し力が支配する世界を作るために。支配？そうだ、それがこの世界のあるべき姿。力を見せこの俺が世界を作り変えてやるのさ。力だけで世界が作れるかよ。そんな簡単じゃねえ。それがどうして。正義を信じたせいでこの醜い世界に殺された者がいる。彼女たちだけが犠牲になって、他の者たちはぬくぬくと生きていくというのか。何言ってんだ。新たな世界のために。消えろ。まだやろうというのか。もう諦めたらどうだ。ここで止めねえとまた世界を壊しに行くんだろ。俺は諦めねえよ。俺が諦めるのを諦めろ。やる気は十分だ。しかしだったらいい加減にしたらな。後ろの足手まといをかばいながらでは本気を出せぬ。誰かを守りながら戦う愚かだ。俺は仲間を守りてえだけだ。助けに来たぞ。なんと遅くなってすまねえ。ルフィ、それに悟空のおっちゃん。ボロボロじゃねえか。あいつそんなに強いんか。ああ、強いってもんじゃねえってばよ。三人集まればどうにかなるとでも思っているのか。どうだろうね。けどやってみねえとわかんねえぜ。なき者は消えろ。大丈夫か。それがヒーローか。誰かを守るために戦う。だがお前はどうだ。ただ守られているだけではないか。あいつの言うことなんて気にすんな。俺たちは仲間だ。仲間が助け合って何が悪いんだってばよ。仲間、都合のいい言葉だ。お前は目障りだ。お前のような弱者はここにいるに値しない。これで分かった。力なき弱者があがいたところで結果はこの通りだ。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえは無
まだまだ強くなれんぞ。ガーラ、逃がすんだ。しかしここは俺たちに任せろ。ガーラ、そいつを頼んだ。わかった、行くぞ。お前のせいじゃない、お前はよくやった。あの3人なら大丈夫だ。カインの力は強大だった。自分を責めるな。オニキスブックによって悪意の種はまかれ、コズミックキューブには順調に悪意で満ちたエネルギーが蓄えられている。このままいけば予定よりも早く現実世界とジャンプ世界の融合が果たされるわ。そしてついに最終段階の時を迎えるのね。その時こそ私たちキーマンが全ての世界を導く。残念ながら戦況は厳しい。各地に現れたベノムズたちによって多くの都市が壊滅的な被害を受けている。悟空、ナルト、ルフィという大きな戦力を欠く中、敵の戦力はますます拡大している。カインの目的は世界の破壊。そのためにコズミックキューブを集め、何かを計画していることは間違いない。このまま戦いが長引けば戦況は不利になる一方だ。そこで一つの賭けに出る。敵の本拠地を見つけ出し一気に叩く。戦況を一変させるには思い切った決断も必要だ。敵の本拠地については僕の調査ですでに目星はついている。確証が得られるまでの間、みんなには引き続きベノムズの撃退に当たってもらいたい。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれぞ。マスター、行きましょう。すでに他のメンバーもニューヨークへと向かう。これが最終決戦。君の力を信じている。君が生み出す大きな力を思う存分解放するんだ。期待しているぞ。転送完了しました。来たか。みたいだね。食べ放題。皆さん、ここは通しませんよ。あなた方の命運はここで尽きるんです。このまま終わらせるのは惜しいね。ポグロさん、どこに行くんです？もう少し待とうと思って。真っ向からパワーをぶつけられる敵にそいつがなってくれるの。賛成。ここで摘み取るのはもったいない。彼らはもっともっと美味しくなる。勝手な人たちですね。ですがそれは私も同じ。この星の生命体を根絶やしにするのに必要な手下たちも十分手に入れました。カインの利用価値もそろそろ。あなた方命拾いしたようですね。引き上げるとしましょう。アンブラスベースより通信です。
無事のようだな。急いでくれ。先に向かったメンバーたちがベノムズに押されている。平気か、お前たち。大丈夫です。平気です。このままではまずい。連戦でみんな限界が来ている。おい、アサ。だから平気ですって。アサ、ジャグ、来てくれたか。無茶だ、逃げろ。螺旋丸。これを。ソン、無事だったか。ああ、心配かけたな。あの後、三人で踏ん張ってもうちょっとで切り抜けられそうだったんだけどよ。カインが持ってた黒い本の力でジャンプ世界に飛ばされちまったんだ。苦労したようだな。だが戻ってくれて助かった。ちょっと見ねえうちにずいぶんたくましくなったんじゃねえか。長い間留守にしまって悪かったってばよ。ここからは俺たちも一緒だ。まずはこちらを片付けるぞ。ソン、助かったぞ。だがこれで終わりではないぞ。カインの計画を止めねばならん。何を止めるだと。貴様は。また会ったな。だが今回で最後のようだ、ガレナ。何かしら。俺はこいつらの相手をする。その後お前は計画を進めておけ。分かった。ジャンプ世界とつながる。現実世界は破壊された。もはや手遅れ。どんなに抗おうと現実世界もう元の姿に戻りはしない。結局おめえは何をしてんだ。ただ叩けてんならオラが相手してやっから、この世界を壊すなんてやめろ。それは無理だ。俺が望むのは戦いの先にある破壊や憎悪、そう世界を作り変えるための糧となるのだ。回りくどい言い方すんな。壊してえだけなんだろ。だったらそう言え。確かにそうだな。そうなのかもしれない。もはや俺にとってはこの世界は無意味だ。正義などというくだらんものを信じたせいで全てを失った。あの時から世界の意味も失った。作り変えたところだ。それは変わらんだ。そうだ、俺は壊したいんだ、この腐り切った世界を。ただただ壊したい。お前のやりてえことは分かった。だったら俺たちがそれを止める。さあ来い。行くぞ。
なんてしぶといんだ。ん？いや見事だ、素晴らしい。なかなかに感動的な最終回だったよ。長官、なんでここに？なぜだ、話が違うぞ。もともとこれは私のものだよ。カイン、お前は全く滑稽だな。そしてもう用済みだ。長官、何してんだ。どういうことだってばよ。おめえ、オラたちの味方じゃねんか。誰なんだお前。そうか、名は必要だ。そう、プロメテウスとでも呼んでくれ。プロメテウス。長官、何ふざけてるんだってばよ。そう思いたいのはわかるが、これは現実だ。少しは疑わなかったか。私がなぜアンブラスを知り得たのか、なぜアンブラスにベースキャンプを準備できたのか。答えは単純だ。私がアンブラスの昔からの住人だからだよ。騙したのか。見ていて飽きなかったぞ。家族を失い絶望の淵にいるお前が闇に染まっていくその様は、時に己の行動が正しいのかと苦悩し、かすかな光を求めようともしたが、結局は己を呪い、他者を呪い、目の前に広がる世界の全てを呪い、闇に取り込まれることを選んだ。いや、もはやそこに意志などなかった。お前はただ委ねたのだ、全てを闇に。彼ら、お前もなのか。無事かしら。無論だ、ガレナ。こやつらのことは任せ、邪魔されぬよう足止めを頼む。いいわ、任せ。私がまとめて遊んであげる。世界が終わるの、ね、逃げんのか。止まる。あら、女を蹴れるようになったの。いいことを教えてあげる。今この世界のあちこちで私のレプリカたちが暴れているわ。今さらなんでそんなことすんだ。あなたたちを試しているの。世界はもうすぐ滅び、みんな死ぬけれど、あなたたちは見捨てられる。レプリカたちの中に私も紛れているわ。本物の私を見つけられるかしら。それじゃあゲームスタート。アンブラスベースより通信です。みんな、ナビゲーターからの通信で長官のこと、それにガレナの目論見について聞いた。長官のことは
まだ信じられない。しかし今はうろたえてる場合じゃない。ガレナの言っていたことは本当だ。世界各地であの女のレプリカが暴れ、多数の被害が出ている。だが今は長官、いやプロメテウスの計画を阻止することに全戦力を集中させるしかないかもしれない。何言ってんだお前。そうだってばよ。しかしじゃねえぞ。プロメテウスの計画も止めて世界のみんなも救えばいいだけだろう。なあみんな、そうだよな。あなたたちは分かりました。では作戦を練ります。ひとまずベースキャンプに戻ってください。ガレナのレプリカが暴れているエリアは今伝えた通りだ。早速チームに分かれて向かうってばよ。いっちょやってみっか。ああ俺たちが全部止めてやる。君を呼び出したのは他でもない、ガレナらしき女がニューヨークに現れた。ルフィたちベータチームと共に再度ニューヨークに飛んでくれ。準備はいいか。時間がない、頼んだ。転送完了しました。あの女はどこだ。一刻も早く探さなくては。ピッコロ、あっちだ。さあ、私は本物かしら、それともレプリカかしら。倒せばわかることだ。残念、私はレプリカよ。作られた命とは哀れなものだな。俺の知っている人造人間たちは悪人でもまだ自由があった。いや、作られた命だから哀れなのではない。自分の意志を持てないのが哀れなのだ。それは本物の人間でも同じこと。なるほど、そうかもしれんな。ピッコロ、ガラ、次の地点に向かうぞ。他のみんなも今頃うまくやってりゃいいけんどな。いた、あれだってばよ。探す手間が省けたな。Jフォース消してあげるわ。行くぞ、ナルト、ダイ。アンブラスベースより通信です。聞こえるかみんな。ガレナの居場所が分かった。一足先にサンジが向かっている。サンジ、あいつ女は蹴れねえんだぞ。今から座標データを送る。すぐに向かってくれ。分かった、任せろ。行くぞ。よくここが分かったわね。でも残念、結局あなたは私を攻撃できない。そうでしょ。ああ、俺は死んでも女は蹴らん。だからといって君を逃がすつもりもねえ。それじゃあ一体どうするの。仲間が来るまで足止めする。抵抗するわよ、全力で。ああ、煮るなり焼くなり好きにしろ。そうなら、お言葉に甘えて。サンジ、遅かったじゃねえか。あとは頼むぜ、船長。お前、分かった、任せろ。誰が来ても
同じこと。あなたたちの今の実力ではね。ごちゃごちゃうるせえ。行くぞ。なかなかやるじゃない。でも時間は十分稼がせてもらったわ。そうでしょ、プロメテウス。ガレナよ、よくやってくれた。お前いいのよ、すべては私たちキーマンの未来のため。キーマンの未来のためか。確かにそうだな。ねえ、いつまでそこで見ているの？さあ、助けてちょうだい。すまんが、それはできない。はあ？どういうこと？ガレナ、お前はよく働いてくれた。キーマンの未来のために。だが、世界が一つになるのならば、キーマンは一人で十分だろう。プロメテウス、裏切るつもり？そろそろ時間だ。私はキーマンよ。プロメテウス、許さないわ。プロメテウス。あいつのことまで利用してたのか。キーマンの未来のためだ。致し方ないだろう。お前、現実世界とジャンプ世界は壊れた。キーマンによる新たな世界の創造はすぐそこだ。その時が訪れるまでしばし待つがいい。ガレナのレプリカを片付けるのにだいぶ時間を食っちまったってばよ。本体じゃねえっちゅうに、えれえタフなやつだったな。ん？どうしたナルト？あれ？のんびりしてらんねえってばよ。早くプロメテウスを倒さないと本当に世界が壊れちまう。ん？避けろナルト。誰だ？やっぱり囲まれちまったみてえだな。どうする？悟空のおっちゃん。こいつら黙って通しちゃくれねえだろ。一丁やってみっか。おう！おいサスケ、足手まといになるなよ。それは俺のセリフだ。生意気なガキだ。口だけじゃないところを証明してみせろ。言われるまでもない。次から次へと。だがこの程度でこの俺を倒せると思っているのか？いや違う。おそらくこいつらは俺たちを足止めするためだけの捨て駒だ。プロメテウスめ、小賢しい真似を。あそこにあいつがいるんだな。ルフィよ、あの中はアンブラスじゃ。アンブラス？俺たちのベースキャンプがある場所か？そうじゃ。現実世界とジャンプ世界の狭間に位置する異世界。そこでプロメテウスは計画を実行するつもりなのであろう。邪魔をするでない。ルフィ、ここはわらわに任せるのじゃ。ハンコク、頼んだぞ。行くぞ。さあ来るがよい。わらわが相手をしてやる。無事か、ハンコック。わらわの名を気安く呼ぶでない。名前呼んで何が悪いんだよ。で、ルフィたちは？ルフィたちはアンブラスへ向かった。そうか、
悟空とナルトも向かったところだ。私たちも早く後を追いたいところだが、そう簡単にはいかぬようだな。この冷圧、まがいものじゃねえな。プロメテウスに目的を達成されると困るのだよ。私にとって都合が悪いのだよ。私たちと戦う意思はないというのか。私は常に私を支配しようとする者を打ち砕くためにのみ動く。お前を信じたわけじゃねえぞ。承知していると。始めようか。また湧いて出てきやがった。ここは私が引き受けよう。お前たちはアンブラスへ向かうがいい。平気なのかよ。愚問だな。そうかよ。じゃあ頼んだぜ。行くぞルギア、ハンコック。ここはハンブラスなんか。おお、お前ら来てたのか。ルフィ、無事だったか。よし、やっと合流できたってばよ。しつこい奴らだ。これ以上私の邪魔をするな。プロメテウス、もう逃がさねえぞ。おめえ、一体何がしてんだ。私はキーマンとしての真の役目を果たそうとしているだけだ。キーマン？私はこのアンブラスの住人であり、その中でもキーマンと呼ばれる者の一人だ。キーマンはオニキスブックの力を使い、ジャンプ世界の出来事を物語として現実世界に送り届け、それによって現実世界の住人たちに働きかけることを使命としていた。双方の世界に直接的に関与することは禁じられ、この狭間からただ世界の動向を見守るだけ。オニキスブックの力をもってすれば世界などすぐに変えられるというのに、長い長い時間愚かな人間たちをただただ見続けるだけの毎日。人間たちはくだらぬことで悩み、迷い、過ちを犯す。我々の働きなどまるで意味をなさない。私は耐えかねたのだ。故に私は直接お前たちを導くことに決めた。導くだって？世界を一つにまとめた上で、唯一絶対の神として私が君臨する。それこそが、キーマンの真の役目だ。勝手に決めんな！人間よ、お前ごときでは私に傷一つつけられまい。そんなことやってみねえとわかんねえぞ。あんま甘く見ねえ方がいいぞ。いや、わかるのだよ。アンズル、殺しはしない。ただ返してもらうだけだ。大丈夫か？何しやがった？返してもらったのだ。私が生み出したコズミックキューブ、善と悪、そのどちらにも強いエネルギーが宿る。私はコズミックキューブを生み出し、そのエネルギーを集め、世界を一つにする力を得た。お前たちは初めから私の手の中にいたのだよ。それでも戦う意志を捨てないか。いいだろう。あがいてみるがいい。だから言ったではないか。お前では私に勝てないと。
これ以上抗うな。このまま静かに眠るがいい。そいつはどうかね。生きていたか。あいにくだったな。八神ライト、何のつもりだ。僕にも事情があってね。キーマンかというやつも大したことないな。死に損ないが。するつもりだ。お前ならできるはずだ。最後まで自分を信じたお前なら。プロメテウス、人間をなめるな。でも愚かなやつよ、カイン。お前のコズミックキューブに飲み込まれているではないか。だから言ってんだろ、甘く見ねえ方がいいってよ。なんだと。何。任せたってばよ。たかが人間ごときが。そう簡単に通しちゃくれねえか。チッ、こんなところで足止めを食っている場合じゃないぞ。もう時間がない。このままだと現実世界とジャンプ世界が完全に融合する。ここはあいつらに託すしかねえみてえだな。腹立たしいが仕方あるまい。カカロット、ルフィ、ナルト、任せたぞ。世界を救いやがれ。どうした、これで終わりか。大丈夫か。さすがにきつそうだな、このままじゃ。オラには考えがある。考え。みんなの元気をあげてもらう。元気。おい、もうちょっとの間踏ん張ってくれ。おめえならできんだろう。みんな空に手あげてくれ。みんなの元気分けてくれ。よくわかんないけど手を挙げればいいんだな。こうか。妙な真似を。よかろう。まずはお前から消し去ろう。さあ来い。バカな。
何を笑っている。この私に本気で勝てると思っているのか。人間ごときが調子に乗るな。私は新たな世界を滑る存在。私の邪魔をするなど許されんのだ。ここまでだ。消えろ。消えんな。おめえだ。何？今のは危なかった。だが残念だな。どうやらこれ以上歯向かう力は残っていないようだな。悪あがきはここまでだ。どうかな。まだまだあがくぞ。そうだってばよ。あとは頼んだ。なんだと。小賢しい真似を。これで最後だ。来い。なぜだ。なぜ人間ごときにこの私が。よくやったな。すんげーな、お前。ほんとだってばよ。そんなこともわからないのか、リューク。世界をより良くするために決まっているじゃないか。僕はいつだって世界のためを思って行動している。今までも、そしてこれからも。そしてそのために僕は必ずデスノートの力を取り戻す。ここにいたんですか。探しましたよ。そろそろパトロールの時間です。世界を融合させようとしていたプロメテウスの計画は阻止できたものの、まだまだ世界の情勢は安定したとは言い難いですからね。あの日、世界中に飛び散ったキューブの回収に、消えたオニキスブックの行方、消息がわからないライトさんのことも気がかりですし、いまだこの世界に残っているフリーザや黒ひげといったジャンプ世界の敵たちの動向も気になります。まだまだやらなければならないことは山積みですよ。さあ、いや違いましたね、長官。これからも俺たちJ-Forceの正義のために頑張りましょう。